キンプリ流せ連高橋山新たな章の始まり五人時代の楽曲一番、一番、示す意思表示表示。こんにちは、音楽愛好家の皆さん。今回は、キングピンス、キンプリの流せ角と高橋山の新たな一歩についてお伝えします。彼らが五人時代の楽曲、一番を初めて披露し、その背後に込められた意思表示について考察していきましょう。 今年5月、平野志要、神宮寺勇太、岸裕太の3人がグループを脱退し、長瀬角と高橋山の2人での新たなスタートが切られました。その後、彼らは様々なシーンで新しい楽曲を披露し、その意思を示す瞬間を迎えてきました。そして、ついに14日に放送された TBSK、CDDV ライブ、ライブ。 真夏の4時間半スペシャルにて、キンプリが初めて2人体制で1番を熱唱した瞬間です。1番は、かつて彼ら5人で歌い、多くのファンに愛された楽曲です。その楽曲を今回披露する理由について、高橋は次のように語りました。キンプリが王道的なアイドルソングを歌うという印象を変えられた曲。 二人になっても自分たちはチャレンジしていきたいので一番をぶちかましたいなって。この言葉からも新しい二人時代における彼らの意気込みが伝わってきます。一番は昨年の NHK 紅白歌合戦でも歌われ、その力強いメロディーと歌詞で多くの人々の心をつかみました。これについてある芸能関係者は次のように述べています。 この曲は4枚目のアルバムメイドインのリード曲なのですが、平野が作詞作曲などを務めたラッパーのクレバのファンだったので実現したと言われています。世界で勝負したいという平野の思いが込められた楽曲としてファンには浸透しています。しかしながら、2人だけの新たなステージにおいて、この楽曲を歌うことが物議を醸しました。 一部のファンからは、平野がいない一番を終わり得ない、二人で一番できるの、といった声が上がりました。しかし、これは彼らにとっては通過しなければならない試練でした。テレビ局関係者によれば、彼らは批判も覚悟の上で積極的に五人時代の楽曲を披露しています。実際22日に放送された NHK。 ライブエール2023でも新曲何者に加えて今夜はず揺れいを歌唱しました。この行動はとえに過去の栄光を振り返るだけでなく今後も進んでいく強い意志の表れと言えるでしょう。この試みには賛否両論がありました。 5人の方が厚みがあったちょっと迫力に欠けるといった声もありましたが新しい振り付けや表現力の見事さが賞賛を浴びています。今回の CDDV でのパフォーマンスは2人が新たなスタートを切ったことへの意気込みが音楽としてもその背後のストーリーとしても光り輝いている瞬間だと言えるでしょう。最後に 彼らが新たな一歩を踏み出したこの瞬間を見逃すことなく、その意思表示に耳を傾けることをお勧めします。これからも彼らの新たな冒険に期待し、応援し続けましょう。キング・アンド・スの長瀬門と高橋山が新たなスタートを切るために五人時代の楽曲、一番を初めて披露しました。 彼らの積極的な姿勢と意思表明によって新たなショーが始まったことを感じさせる瞬間でした。これからも彼らの挑戦と成長を見逃すことなく応援し続けていくことが大切です。読者への挨拶、音楽ファンの皆さん、記事をお読みいただきありがとうございました。長瀬角と高橋山の新たな冒険に心からのエールを送り、彼らの未来に期待しましょう。 音楽は人々の心を豊かにする力を持っています。新しいスタートの一歩を共に祝福し、彼らの成長を見守っていきましょう。